で初日11です。走ります。島の佐藤慎太郎選手です。慎太郎さん、おはようございます。おはようございます。もう木原プロだいぶ競輪場にいる顔になってきたね。そうですか。もう馴染んできたね。馴染んできました。はい。いやもう皆さんのおかげで。いやお世話になってます。まあ、前回小松島記念ということで。すごく調子が良さそうに見えたんですけど、どうでしょうか実際は。まあ、体も良かったんですけど、やっぱり気持ち的にね、少しバシッと気合い入れようかなと思ってたんで、まあ、その気持ちが出たんじゃないかなと思ってます。今回仲よ、それを踏まえて仲良かったんですけども、なんか調整はどうですか。まあ、トレーニング特に変わったこともしてないですし、まあ、普段通りですね。まあ、それなんで体調そんなに前回と変わらないのかなと思ってます。どうしても上向き。まあそうですね、調子悪くないんですよ、ずっと。ただちょっとこう波がね、やっぱ少しあるんで、この波が大きくなった時にレースになってしまうとちょっとっていう感じなんで、なるべくこの波を小さくしたいなと思って、体調の波で。今回、最近は多いですけど、やっぱ新田さんと、あと長澤さん、はい、3人ってことで。そうですね、まあ、新田の後ろね、ダッシュ強烈ですから、しっかり続けるように。後ろにもね、迷惑になっちゃうんでね、しっかり血に出ないようにしたいなと思います。松戸は2021年の記念以来。そうですね、結構久しぶりですね。まあ、サンサンバンクですけど、結構着はね、毎回いいんで楽しみではあります。その時、準決勝で敗退だったんですけど。あ、そうですか、はい、その時も新田さんと後ろ長澤さんだったんですけど。あ、そうなんだ。ちょっとなんか変なマイナスのイメージ植え付けるのやめてもらっていい、はい、大丈夫ですよ。大丈夫です、はい、それはその時その時でね、新しい気持ちでいこうかな。じゃあその時のあれだね、ちょっと反省点を踏まえて走ればいいかなと思います。今回夜、ナイターですけど、うん、あ、まあ、朝とか午前中ゆっくりできるのはいいですけどね。まあ、暑くないしいいんじゃないですかね、はい、夜はでも似合いますもん。似合います。でも意外と夜ね、早く寝たい派ですね、はい、スマホぶん投げて。まあ、スマホはソファーに安全なところにぶん投げてね。安全なところに投げて感じですね。まあ、最近ね、でもぶん投げないですよ。スマホに罪はないです。そしてコメントしてる人にも罪はない。あそこの場はそういう場だから、いちいちそこに心を痛める必要もないし、その何て言うの、世界中でいろんなこうネガティブなことが起きてるやつに、いちいち自分が心を痛めていたらもう病気になっちゃうよ。だからその自分に関係のない、力の及ばないところに心を痛める必要はないと思いますよ。はい、その通りです、はい。じゃあここをバチ取って野王に、うん、いいね、なってもらいたいなと思います。まあ何しろね、今年ビッグレース決勝に乗ってないんで、決勝に乗りたいね、うん、はい。そしてね、応援してくれてる人たくさんいるんで、そういう人たちにちょっとこういい報告をしたいなと思います。なんか最終日は某 T プロも行くっぽいようなことはちょっと言ってたんで。某 T プロ、はい、某 T プロ。なんか仕事でじゃなくてプライベートで。多分。いや仕事だな。はい、まあ頑張ります、はい、では最後に聞き込みをよろしくお願いします。限界？気のせいだよ。